目が覚めた。君が目が覚めるとそこは病室のベッドだったいや正確にはそれは手術室だ頭が痛い体が思うように動かないそこに一人の男がやってくる男は次のように話しかけた「いや気がついたようだね私は医者だ君は雷に打たれてね 病院に運ばれたんだが、覚えてるかいえここでアイディアという技能があったと思うんですけれどもはいそれを振っていただいてよろしいですかはい、わかりましたとりあえずサイコロ振って、はい、振っていただいて、はい、16 16、あなたのアイディアの数値はいくつでしたっけいくつだったっけえー、85 85、なので成功ですね、はい、今回あの、ファンブルは儲けておりませんので、成功とみなします、はい アイディアに成功した場合強い光を浴びた記憶があるだがそれ以前の記憶はない、うん、そしてあなたは常識などの社会的に生きるための記憶以外全て忘れてしまっていることに気づきますこんにちはあなた自分のことを思い出せるかいこうなんだろうすごくパッと強い光がうん、うん、あったのは覚えてるけれどうん、うん、それぐらいしか。 どうやら記憶喪失のようだねどこに住んでいたかも忘れてしまったのかなはいそうですここが日本だということは分かるかな私が今喋っている言語が日本語だということとかは分かりますがなるほど日本なんですかそうだねここは一応日本だね今の総理大臣とかも言える岸田総理そうだねもうすぐ辞めそうだけどねうん、うん、見てる頃には分からんけれどもそうか 記憶を、君自身に関する記憶がなくなっているようだね検査をしてみようか体もどうだい、本調子ではないかな、どうだろう動かないですね、あ<ー>あそうか。まあ、検査すれば、なんとか原因はわかるだろうし治療の方法も私が考えてみようこれは約束はできないけど、記憶もそのうち戻るだろうねとりあえず数日は様子を見ましょうかうん、そうだな3日間はここにいてほしい いいかな3日うんはいどうせ行くところもないだろうしねまあそうだねうんここは手術室なんだよ手術室って言いにくいよね私は医者なんだがね生まれてこの方一度も綺麗に言えたことがないんだだからあんま私の発音を笑わないでくれよわかったうんありがとう <laughs> ここは手術室なんだがね他に部屋がなかったんだよだからなんか物騒で物々しいけどしばらくここで過ごしてくれ うんそんなことがあるんだよんだ <laughs> さて私はねとりあえず君と少し話してみようかなと思うはいある心理学者によると何の気もない雑談が記憶の何かこうキーをね、うん、取り戻すきっかけになるって話もあるぐらいだから何について話そうかなうん君は 囚人のジレンマとといいう話を聞いたことあるかなそれは何の気もない雑談うんマジかこれは何の気もない雑談だよ <laughs> なるほど、うん、えー、まあある,あるちゃるおぼろげに浮かんできたワードが <laughs> 私は囚人のジレンマだったということそうです聞いたことあるまあなくはない、うん、どんなものか説明できるかなえーっと二人の囚人がいます、うん、え二、ー、人の囚人がそれぞれ司法取りして 取引を持ちかけられる。そうだね。これはアメリカだったりその辺がこう舞台になることが多い問題ですけれど自白か、うんえー、目視か。目視か。二択を迫られます。うん、そうだね、えー。両者が自白をした場合、えー、両者が目視をした場合、うん、片方が自白、片方が目視の場合でそれぞれ、えー、懲役の結果が異なる。うん、そうだね。で、えー、どうすれば、えー、より良い。 結果を引き出せるのかという、はい、問題だ。ゲーム理論でいうそうだやつ。ゲーム理論ですね。ですね。ですよ。<laughs> そういうことは覚えてるんだね。そうですね、うん。常識だもんね。常識ですよね。はい。はい、ということでちょうどここになぜかこういうホワイトボードがあったから使わせてもらうけど、<laughs> はい、この表の通りだと思ってほしい。つまり A と B 二人の囚人がいて、一、うん、人が黙秘もう片方も黙秘をした場合、二人とも二年の懲役だ。はい。 A が黙秘して B が自白した場合 A だけ黙秘した方だけが10年、うん、自白した方は0年だ、はい、逆もしかりそしてどちらも自白した場合この場合は5年となるうん理解したかなうんオッケーですまあ普通だったらねどの選択が最善かっていうことを考えるんだけれどもここはまあ一旦そういうのは抜き抜きにして君の心情として答えを聞かせてほしいんだ。 私もこの答えを言おうと思う。同時に言うので、えー、どちらか決めようじゃないか。決まったかな。はい。はい。ではいきます。せーの、自白。じゃあ二人とも五年だ。二 <laughs> 人ともこれですね。<laughs> うん、うん。なんで君は自白を選んだのかな。まず罪を犯した。まあ、うん、どんな罪を犯したか。 とといいいうのはまず置いといて、うん、罪を犯したという過しに自分が耐えきれる自信がないというのは大きいかな,なまあまあどのような罪であり必要だからやったことではあろうけれどうん、うん、まあ両親に咎めるようなことであればおそらく自白するとは思うまた確かこのゲーム理論は確か、えー、お互い相談ができないそうだ、ね、ゆえに向こうが自白するか黙秘するか こちら側はわからないわけだからうん、うん、となると取り得る手段というか、まあお互い目視する自信確信がない以上は自白を取るべきだとは。うんうん、なるほど。つまりじゃあ君は一つ精神的な理由で両親の苛食があるから自白をしたし、また一方でこのこの場合のゲームだね。この場合のゲームにおいて最善最善の手である自白をまあゲーム理論的に導き出したと。 いうことでおおむね OK、うん、じゃあもし仮にだよ私が今今日初めて出会った医者ではなくてあなたの大切な友人だったり家族だったり君が最も信頼する人物だったとするそれでも君は自白を選ぶのかな信頼うん,うんまあ少し曖昧な言葉だがねえーいやいやいいえー、信頼にもよるが例えばそうだな 信頼,信頼信用をしているが、うん、例えば個人的な情が特にない人間みたいなほうほうあ僕にはそういったおそらくそういった関係性の人間はいそうな気がするけれどうん、うん、もしそういう人間であるのならば迷わず自白だろうとは思うなるほど相手をもんかばることはないのだからお<ー>ただ、えー、そうだな例ええ信頼信用ができていなかったのだとしても その人間を愛しているのならば目標を取る<ー>といった感じかな君の場合は信頼ではなく愛してるかというパラメータになるわけかなまあそう愛しているか愛していないかが自分の身を犠牲にするに足るか足らぬかを判断するによるから正直信頼云々では変とは変わらない、うんうんうん、なるほどじゃあもし仮にだよ君の記憶が まあどうかわからないけれども君がね例えば仮にそうだな池袋らへんにあるだねカフェとラジオブースが併設しているスタジオで、はい、定期的にある男2人と出会って、はい、こうスタジオでしゅラジオを収録してる <laughs> そういう間柄の人間がいると考えてほしいいいかな<あ>君の実際がどうこうは関係ないんだよ分かったねーーそのうちの片方そうだなじゃあいつも画面の左側に映っている少し背の高くてうるさい たまに眼鏡をかけている、えー、サングラスをかけてない方の男がいたとして、うんはい、そいつとこのゲームをするってなったら君はどっちを取るのかなうーんすごく迷うなまあ個人的な情云々で言ってしまえば、うん、自分は目秘をお<う>もんあー違うえー、っと少なくともあい相手方に有利になる方 を取りたいのでも<が>その間からだとおそらくラジオを撮り続けたいと思うだろうから、うん、なるべく同じぐらいの懲役に調整したがるだろうから自白を取りそうな気もしなくもないな,な <laughs> 賢いね君はね <laughs> なるほどなるほど君の考えはよく分かったよはい、うん、君はまあそういう時に自白を選ぶっていうことでよろしいかなつまり合理的に考えて お互いにとって一番まあなんだろうダメージが少なくなるというかまあ少な,くなるようにもしくは自分の身を犠牲にするにたる信頼がたる,愛,があるか愛かね、うん。なるほど。愛っていうのは君の人生を考える上で少し大事な言葉になってきそうだね。さて話はこの辺にしとこうか私は外来の漢字を見なければいけないのでねああ失礼するよ。そう言うと医者は出ていきました、ええ、お疲れですか ちょっとね体がだるいと思いますけれどもでは続けていきましょう今あなたは手術室のベッドの上にいます、はい、体が重い手の届く範囲であれば気になったものを調べることができます、はい、例えば手術室を見回すと自分のすぐ横にはモニターがある、はい、心拍数んなりが表示されているモニターです、うん、あるいはは横の方には 手術器具が並べられているように見える、はい、どちらから調べてみますかそうだなえー、では手術器具手術器具,器具をわかった、はい、ベッドのそばにある台の上には器具が,がべ並べられている刃物の類はありませんここからさらに情報を得たい場合はその調べるのにふさわしいと思う技能を宣言しそしてダイスをロールしてくださいはい 何があるかな。うん、えー、ちょっと待ってね。ねいろいろ使えそうなものはあるけど、調べものだね。調べものか。うん、あ、調べる対象今変えてもいいかな。もちろんいいよ。えっと。もう一つはモニター。モニターの方を見てみようか。コンピューターで。コンピューターで。モニターの方は患者の心拍数や血圧などの異常を教えてくれる装置だ。 このような機会が出されているということはまあ君はかなり危ない状況だったのだろうということが推察できるそしてそこには97と98という数字が画面に表示されている97と98しかし君はそれが何を意味するのかわからないまあ数字をパンって出されただけだからねはい さて、えー、調べるにふさわしい技のコンピューターだったね。君のコンピューターの数値はいくつだったかな、まず。61じゃなかったかな。そうですね、61。そして、ダイスの結果はダイス、振りますはい、7, 7ですね。はい、今回はファンブルは適用しておりませんので、これも成功と見なします。はい、いきましょうということで、えー、調べるにふさわしい技能に成功したね。はいこの装置は現状、どうやら君自身の体にはつながっていないようだ。ううん、うん、ということがわかった。うん どう考えるなんでってそうだねなんだろうね何の数値あ今イメージしてるものとしていわゆる心電図ピなるねあれをイメージしてるけどイメージはそれでそうだねそれでいいと思うよ心拍数や血圧などの異常を教えてくれる装置なるほどで97とかっていう98という数字が表示されているで自分には繋がってない今は繋がっていない つまり、今の君の心拍などを計測することはできないってことだね。え。うん、え <laughs> それ以上はもう調べられない。うん、それ以上の情報はない。なるほど。何もわからないということだけはわかった。わかった、十分な進歩ですね。<laughs> ですね。はい。さて、もう一つの器具を調べることもできるけど、どうするかな。そうだな。では、お願いします。はい。何が聞こえるだろう。機械修理とかかな。まあ、でも修理でもないもんね。え。 何が使えるだろうかそれもね君が選択してもらって構わないなるほど。ちょっと無理やりな理論を言っても。もちろん。今自分のモニターが自分のものにつながっていない。うん、ということは下にある器具ももしかしたら、うん、いわゆる一般的な医療道具ではなく、うん、何かしらの儀式ないし何かこう。 医療ではない何かに使われるものではないのかうん、うん、という推理をしたい。なるほど。のでオカルトで振れない,ない。オカルトで振る。面白い。まあいいんじゃないですか。ダメなら目星で振ります。ダメじゃないと思うけどね。うん。じゃあ君にその君のその説明には僕は説得力があると思ったので。ではオカルトで振ります、はい。オカルトの数値は君75度非常に高いですからね。はい、まあ宗教学やってる人間ですので。 4, 4ということで、うん、いいな成功ですが、えー、低すぎるからファンブルだとか言わないでくださいこれ成功です <laughs> さて、はい、君の推察は少し正しいしかし少し間違っています、はい、その器具はおよそ手術に使いそうにはありません、はい、しかしそれは技術的な何かというよりは工具のようなものが置かれているということに気が付きます、えーはい はうん、つまり君の今見た情報はモニターを調べて97と98という数字があり、うんはい、どうやらその線は自分にはつながっていないということうん、うん、そして手術台の横に並べられている器具は手術器具というよりは工具だと工具、うん、いわゆる工具というのはそのペンチとかトンカチだったりレペンチとかそんな感じですねもっと専門的なものかもしれないうん、うん、とりあえずイメージするのは一般的なペンチとかで、うん、OK さあなるほど どうかかな、えー、ああととは何かやりたいことがあれば、えー、今の考えとして、うん、工具というものがそばに置いてあるならば、うん、それが必要であるふんふんなぜ工具が必要なのか、まあ、パッと思いつく可能性としては今自分が横たわっているベッ,ベッドでいいののかな、うん、手術師のベッドだねドに必要なものを置き忘れたかもしくはもっと発想を飛躍させていいのなら自分の一部が うん、いわゆる機械化であったりそのなんだいわゆるアンドロイドというようなうんと自分の人間の体が、ね、サイボーグだねサイボーグかうん、うん、ごめんなさいえー、っとアンドロイド違うねアンドロイドは <laughs> あのゼロから機械だねええ、まあいわゆる機械化を一部しているのではないのかうん、うん、というようなことがパッと思い浮かぶ、うん、そんなことを考える君でしたで<す>はいもう何かはできない うんそうだねまああとは自分の体を調べるぐらいですねそれはやってもいいうんではそれもお願いしたいかなそれは何も使わずにできますじゃあうんあなたの体は特に傷跡はありませんないしかしとにかく体がだるいなとそういう感覚だけがあるなるほど情報は以上ですなるほどではもう何もできないもう何もできないと思っていたところに隣の部屋から声が聞こえてきましたうん 誰かいるのおーいおーい誰かいるのあれおかしいなさっき声が聞こえたんだけどなまあいいや話すね僕ね隣の部屋にいるんだよ僕も入院してるんだ君はえあこれ声届きます <laughs> <laughs> えまあ僕もそんな感じだ<う>えっとでもすごく体がだるくて怪我はしてないみたいなんだけどえー、かわいそう君はうん僕もね昔事故に遭っちゃってさ、うん、交通事故結構大きな事故でさひどいことになっちゃってさ、うん、それ以来ずっとここにいるんだずっとここにいるから暇なんだよねなるほど お兄さん、話し相手になってよいいよややった <laughs> なんかさ面白い話してよ僕病院の外出たことないからあんまりなんかないかな面白い話うん、あそうだなえっと自分は今記憶喪失だからえ今パッと思い浮かぶようなことしか喋れないけれどうんそれでもいいかないいよ聞かせてよ自分は 何かそうだな今ぼんやり思い浮かぶようなことでしかないのだけれど、うん、何か宗教に関わっていたような気がする <laughs> 宗教宗宗宗宗教教教教っっててわかるかるい宗教って何宗教というのはそうだな君は神様っていると思う、はあ <laughs> でも神様がいるなら、うん、僕の体もすぐ直してくれるはずだからいないんじゃないかななるほど じゃあ君は神様がいないっていうまあなんだろういないっていう世界で生きているんだねん、まあ、難しい話だよね <laughs> そうそうそうまあそのなんだ神様が本当にいるかどうかっていうのは僕たちにはわからないから、うん、僕たちは神様がいるんだっていう世界と神様がいないんだっていう世界、うん、両方を選ぶことができるほうほうほうそれをそうだな いいいるっってて選選んだりいないって選ぶことを信仰、うん、まあそういういないんだっていうことを信じるいるんだっていうことを信じる、うん、まあこれを信仰と言ったりする信仰信じるってことだ、ね、信じる行うと書いて信仰おそらくそれが信仰というものだとは思うのだけれど、うん、まあそれについてまと,めたまとめた学問であったりとか。うん まあそうういいった行為についてのこととなんだと思うよ自分は少なくともそう思ってるんじゃないかなって自分がやってたことってことかなうーんじゃあ僕みたいに「神様はいない」って思ってる人でも生きてていいんだね、うん、いいんじゃないかな <laughs> いいんじゃないかな <laughs> まあ自分今の僕,僕は神様がいるとは思っているけれど、うん、いるいないの差は結局 僕がもしくは君がどう思っているかでしかないから本当のところなんてまあわからないからね大事なのは僕たちがどう思ってるかなんだねだと思ってるう,ーんうん難しいなでもさ、うん、記憶がないって言ってたよねうんいや実はねそのお部屋には結構いろんな患者さんが来るんだようんでもね みんな記憶がないって言うんだそこは多分そういう人が入る部屋なんだと思うんだよ君は記憶があるのうん僕はちっちゃい頃の記憶があるよきっと退院できるよ大丈夫僕のお父さんは名医なんだよあお父さんいるんだうんさっき会わなかったお話ししてたじゃんあさっきの人うんあの人僕のお父さんでここのお医者さんなんだそうなんだ 僕のことともね、一生懸命治そうとしてくれるんだ。ずっと諦めないでだから僕が泣きごとをいうわけにはいかないんだよなるほど僕も体が治ったらお父さんみたいなお医者さんになるそれでたくさんの人を助けるんだだからもしお兄さんの記憶がずっと戻らなくても僕がいつか治してあげるよありがとう一通り話が終わると。 強烈な眠気が探索者を襲います。まだ体力が戻りきっていないようだ。泥のように眠りに落ちる直前、隣の部屋から。あやすみという声が聞こえた気がする。目が覚めたあなたは相変わらず手術室にいます。だが様子がおかしい。視界が真っ暗になったり、ちらついたり、とにかく正常ではない。一体どうなっているんだと心配していると、そこに。 医者がやってくる。しかし君はその顔が医者の顔なのかどうかもうまく認識できない。その声は確かに医者なんだが、見た目では判断できなくなっている。君はまずこのことを医者に伝えなければならない。いや、目は覚めたかい。さっきまでぐっすり眠っていたからね。あの、うん、申し訳ないんですが、えっ、ー、と視界がすごくなんというか、うん、ちらつくというか、ちらつく。まあ。 あまり自分の見えてるものを判別できないような状態に陥っているんです私がさっきあったあの医者だということもよくわからないのかなはいうんそうかそうかまああとで検査をしよう心配しなくてもよくなるからねあはいあ納得してくれたありがとうまあそれよりも記憶を取り戻す方だ こっちの方をやっぱり君はまず取り組むべきだと僕は思うんだよ今日もおしゃべりをしようじゃないかどうだろうわかりましたうんありがとうそうだねさっき本を読んでいて知った話なんだがね君はテセウスの船という言葉を知っているだろうか確か記憶に引っかかる言葉としては、うん、ギリシャのあーえー、と。 プルタルタコスという人間が、うん、<laughs> 詳しいねね君詳しいね詳ししいいのかもしれないです。お,<ー>おそらくそのプルタルコスが、まあうん、テセウスの船、えー、テセウスという英雄が、えーうん、テセウスさんだね、はい、テセウスという英雄が、えー、故郷へ帰る際に、うんえー、ん船を修理したのかな少しずつ、うん、かもしくはテセウスが 故郷に帰る際に使った船を展示するのに、うん、少しずつ木,木やら何やらを変えていった、うんうん、それは果たして元のテセウスの持ち、えー、使っていた船と同一かという問題だったようなおおまああらがだって詳し、ね、ああよかった <laughs> 詳しいディティールは私もねさっき読んだばっかで忘れてしまったんだがまあ簡単に言うとだテセウスという人が乗っていた船があるそしてこの船のパーツを 古くなったものから順に少しずつ新しいものに置き換えていくしかしその変化というのは周りには気付かれないさて時がたち結果として全てのパーツが置き換えられたとするその船は同じテセウスの船と言えるのかどうかという問題だねまあある種のパラドックスというやつだねさあ君はこの問題についてどう思うかなつまりテセウスの船は 全てのパーツを入れ替えた後も、元のテ,テセウスの船と同じものなのか、それともそれはまた別の船となっているのか。あテセウスの船、まあ、何と言ったらいいのか。うん、船というそうだな、えー、まあなんだ、川なりし海に出て、うん、まあ海を渡る。海を渡る ととといいいいうう機能を求められれれててるのであればそれは同一と言っていいと思う、うん、なるほどパーツを取り替えただけでならばおそらくその機能は失われていないしうん、うん、だからまあそうだなそのテセウスの船かどうかともかくとして船という同一性は保っている、うん、と言っていいのかもしれないなるほどつまりテセウスの船という言葉の 君は船の部分に着目してその船としての機能が残されているのであればそれは同じ船だというそういうことかなおおむねなるほどただテセウスのとついているからにはテセウスが所有していたという状態が入ってくる、うん、ということを考えるとそうだなパーツの一つでも交換した時点でそれはテセウスが所有していた船 ではなくなるののではないのかななるほど。もしくはテセウスが死んだ時点でそれは違うものまあ死んだというか所有権を手放した時点でそれはテセウスの船とは言えないのではうん、うん、なるほどつまり所有の概念というのが一つここでキーになってくるんじゃないかということかな。なるほど興味深いね。ま なるほど、君の考えはよく分かったよ。私の個人的な話をすればだね。まあそれもほとんど同じとも言えるんだがパーツが置き換わったとしても船自身に旅をした記憶が残ってるから僕はそれはテセウスの船のままだテセウスの船のままだと思うんだ君は機能に着目したけどね結果は同じってことさ記憶 まものに記憶はないんだけどね記憶、うん、き記憶経験と言ってもいいのかなうん経験記憶記憶及び経験の蓄積というのであればそれこそ本当にパーツを変えたら同一とは言えないのではうんうんうんなるほど。例えば海に出た 海に出たとすれば船にはまあなんだその波にさらされた跡であったり日に当たった跡もしくはまあ何か魚がかじった跡とかそういったものがつくと思うもしくは船の中だったら人が上を歩いた跡とか穴を開けた跡とかそういったものは現所の,の船のパーツにしか宿らないものであって。 後に変えたパーツにはそういいった蓄積はないなるほどその理論で行くならば同一とは言えないのではとは思うつまり君が言うのは記憶とかそういうのが傷だったりシミだったりという目に見えるなんだ形状として出てくるのがまあ記憶の正体だろうっていう話なのかなまあ今回 うん、話題にしているのが無機物であるから無機物なりの記憶とはそれだろうとは思うなるほどもしこれが人間だったり<う>動物だったりするならば、うん、また話は変わってくるとは思うけれどその場合君はどうするんだい例えばじゃあなんだ何がいいかなマウスとかでもいいかもしれないけどもう少し知能がある動物でもいいけどとにかく脳みそを入れ替えても同じ人と言えるのかとかあるいはそれこそ ついさっき君が言っていたように体の一部をいや全部だね脳みそを残して全部を機械に移したとしてそれは果たして前の人と同じ人だと言えるのかな自分は言,言えないとは思う、うん、理由としては、うん、そうだな肉体には積み重ねがあると思う肉体の積み重ね例えば さっき触って思ったんだけど、うん、自分の指指先は少し左の方が皮が厚いし<う>あと多分なんだが右腕と左腕の長さ違う、うん、バランスが微妙に違うような気がするまあ人体っていうのは左右非対称にできてるのだから、ね、まあ基本的にそうだけれど、うん、だからその非対称の異というのは多分その人によっても違うしうん、うん、また 後天的にが起きるることもある例えば楽器バイオリンであったりするならば者によって右手手と左手のが出たりはする僕が好きな「シャーロック・ホームズ」っていう推理小説の中で、はい、ホームズが依頼人の職業をピタリと当てるんだけど、はい、その当てるきっかけになったのは右腕だけが発達してるからはい、はい、つまりなんかこう工具を持って右腕を酷使する仕事なんだろうっていうカンパするシーンがあって。はい 僕はその時あ後天的にもそうやって右と左のサインがつくんだなってびっくりした覚えがあるんだがねそうそういった肉体一つ一つにはその人が今まで生きていた、うん、まあなんというか人生の片りみたいなものが現れ出ると思うもしもし体そのものを変えてしまうのであれば その片鱗というものは全く受け継がれないわけだから、うん、まあノミが記憶を持っているならばある程度記憶その人間の自我そのものは受け継がれるとして、うん、自我の同一性は保てても自我と肉体の連続性というものは保てないような気がするあ<ー>もし自我の連続性でもってのみ同一と言っていいのならばそれでいいと思う。 ただ肉体の連続性まで求めるならば同一とは言えないんじゃないかなとはそれでいうと君は肉体の連続性も求めたいと思ってるわけだねおおむね、うん、このおおむねという返答は、うん、難しいね人間は基本的にそのなんだ、まあうん、細胞の生まれ変わりで生まれ変わりじゃないな、うん、えっとそうだね細胞のサイクル,イクルだねつまり 食べたものによって細胞が構築されてその細胞が入れ替わるスパンっていうのがあるわけだだいたい今の今日の君の体が入れ替わるのにかかる時間は二ヶ月ぐらいだったかなすまんね私も医療の専門の分野じゃないからそっちの方がわからないんだけどまあとにかく君の体ごっそり細胞ごと入れ替わる時期っていうのは確かにあるわけだそれを考えみた時、うん、おそらくその細胞の入れ替わりというのは一気に人っ 全ての細胞がごっそり入れ替わるではなく、うん、おそらくまあいくつかの細胞がいく、えーまあ、スパンによって入れ替わっていくわけだから、うん、一気に全てごっそり変わるわけではない以上ある程度の連続性を保っていると見なしていいのではないかとは思う,うん、うん、故に昨日の自分と今日の自分はおそらく同一と言っていいはずうん、うん、ただしそうだな 10年前の自分と今の自分を同一とは言ってはいけないほうほう,ほうみたいな結論かななるほど人間においてはだけれど興味深い話を聞かせてくれてありがとうそろそろ外来の感情を見に行かなきゃいけないので、ね、眼球の検査は夜にすることにしようではおやすみはいそういうと医者は出ていきました1日目が終了しました では、えー、動画をご覧の皆さんも一旦休憩なさってまた2本目の動画でお会いしましょう。では失礼します